今日は本当にドバイ帰りに本当にありがとうございます。すいません、ちょっと今隔離中なんで、隔離してるホテルからお送りさせてもらってます。すいません。すみません、本当にお忙しはい。いところありがとうございます。いえいえ。いや、本当にすごい人気だなと思いますね。今いえいも1200人の方が参加していただいてます。すごい。いや、本当に素晴らしいです。本当に今す日はごいよろし注くお目願いいたしでますす。ね。本当に。はい。ありがとうございま す。はい。まあ、実際広告とかもね、回させてもらってたんですけど、普通の人の本当にもう5分の1ぐらいの金額で取れるから、改めてこうマーケティングしながら、すごい人気だなという感じてたんですけども。5分の1で取れたんですか？ そはれはい、す5ごい。分の1ですげえ安いなと思って、ちょっとびっくりしておりました。よかったです。はい。ということで、まあ、早速なんですけども、今日は、まあ、起業のためのね、まずテーマ第一ということで、起業のためのマインドセットということと、まあ、この TTP の重要性ということで、まずちょっとお話しいただけるということなんですけども、はい。こちらちょっとお話ししたいと思いますでしょうか。わかりました。はい。じゃあ、ちょっと僕から軽くお話しさせてもらって、で、また、田久保社長から、質問いただけたらと思うんですけど、皆さんどうも、はじめまして、竹野内です。よろしくお願いします。はい。僕は、自己紹介からするとですね、まあ、リラクルっていう会社を、まあ、7年で600店舗まででリラクルっていうお店をね、出して、で、売却しまして、270億で売却して、まあ、資産としては一応100億ぐらいっていう状態なんですけれども、で、まあ、そこからですね、今20個ぐらいの事業をやっていて、まあ、多種多様と言いますか、僕の場合はキャバクラもやってますし、7店、10店舗か、キャバクラ。で、あと、韓国で食パン専門店が7店舗ぐらいと、あとタピオカミルクティーのお店3店舗、あとマッチングアプリが1つと、クラウドでマニュアルを管理するアプリとかを作って販売してたりとか、他にも人材派遣であったりとか、いろんな、事業をしてます。で、まあ、そのうちにですね、1割から2割ぐらいはちょっと失敗はしてますので、コッペパン専門店とか失敗しましたし、で、うまくいってない事業も、今、松江区とかのセルフ脱毛をくっつけた事業が2店舗ありますけど、今ちょっと苦戦はしている状態なんですね。で、正直うまくいってないものもあるんですが、まあ、8割から9割は一応成功してます。で、それに至った経緯だったりとか、僕がその経営の本質であったりとか、その原則とか、皆さん知らないことがすごく多いんですよね。で、それ知らずにですね、経営しようとしてる人があまりに世の中に多すぎてですね、それは失敗するよって僕からしたら思っちゃうので、それをですね、ぜひ皆さんに今日、どういうものなのかっていうのをちょっと話していこうと思います。で、ちょっとお話しする前にですね、僕、で、えっとですね、えっと、は、お話しする前に多分皆さん、僕こうやってお話ししてると、これが気になって、話が入ってこないという方すごい多いんで、先に説明します。これネイルしてますんで、僕ネイルしてますけども、すごい。これはただ可愛いかなと思ってやってるだけなので、皆さん気にしないでください。はい。これが気になって、皆さん、ネイルしてますかっていう質問がもうずっと続くことが多いんで、一応前もってちょっとお話しさせてもらいました。すいません。で、まずね、起業する前のマインドっていう話をちょっとしていこうと思うんですけども、まず僕 TTP っていうのがすごい大事ですよっていう話をよくします。TTP っていうのは徹底的にパクるっていう意味ですね。で、徹底的にパクるっていうのがどれだけ重要かっていうのをちょっと説明していこうと思うんですよ。で、必ずしもですね、すべてを、徹底的にパクる必要はもちろんないんですけれども、パクった後でそれをちょっと進化させるとか、そういうことは全然いいんですね。ただ、一つ皆さん間違ってることが多くて、事業を始めてから僕に相談することが多いんですけども、こんな事業を僕始めました。お客さんが今ちょっとついていない状態です。赤字です。どうすればお客さん来るようになりますかっていうことを聞かれたりとかですね。もしくは、他にこういう事業を誰もやってないから絶対に流行ると思うんですと。自分が思いついたアイデア、これが絶対に受けると思いますと。今の時代の流れにも合ってます。なので、ぜひこれ、やろうと思うんですけど、アドバイスくださいっていう方がすごく多いんですよ。で、もうこの二つともめちゃくちゃ間違ってることがあって、集客について。これね、起業してから集客するんじゃないんですよ。起業した後で集客を考えたらもうそれも絶対に失敗します。ほとんど失敗します。僕の事業で失敗したのも全部それです。僕は TTP が必要だって分かってるのに、それでもやっちゃう時あるんですよ。それはなんでかというと楽しいからなんですよ。例えばね、コッペパン専門店って滅多にないわけじゃないですか。
そんな中でコッペパン専門店やろうって、これ絶対来るよなって思ったわけですよ。で、実際にはもう TTP する材料として、そういうコッペパン専門店はあったんですけども、実はそこには特殊な事情があって、そこが流行ってる理由っていうのは、マスコミに取り上げられたりとか、ちょっとこう観光地で有名になったりとかして、たまたま流行ってたんですよね。それを僕は目を塞いじゃって、もう自分がやりたいがためにやっちゃって、実際にお客さんは、来なくなっちゃったっていう、そういう状況なんですよね。つまり、何が言いたかというと、お客さんが絶対に来るであろう状況から事業を始めないとダメです。もうこれも鉄則です。はい。じゃあそれどうやったらわかるのっていうと、例えばですけども、僕のリラクルっていうお店はすでに2900円のお店で、60分2900円のお店がすでにあったんですよ。で、これが1店舗だけじゃなくて、もう10店舗くらいあったんですよね。これはもういろんな会社がやり始めてたんですよ。で、そこのお店、ホットペッパーだけでもうとんでもない集客できてたんですよね。毎日のように予約取れない状況だったんですよ。で、これを僕見たときに、これ絶対いけるなと思ったわけですよ。それはいけるじゃないですか。いろんな会社がいろんな場所でやってても、すべての店舗が流行ってるわけなんですよ。で、僕一応調べたんですよね。どうやってこれ集客してるのかな。いろいろ聞きますよね、スタッフに。まあ僕、施術を受けに行きながら、どうやってこれ、成功してるんですか、こんだけお客さんなんで来てるんですかって聞いたら、ホットペッパー乗せてるだけでお客さんめっちゃ来るんですよって言われるわけなんですよ。ってことは、これ特別な集客せずに、それだけ集まるんだったら自分でも行けるなってやっぱ思うわけじゃないですか。あとは、その人たちが出してる立地、それが僕たちと、僕が今考えている立地と一致しているかどうか、全く違うところに出したら、これも完全なチャレンジになってしまいます。よくやりがちなのが、あそこのお店はこれで流行ってる。例えばね、都心部でこれが流行ってる。じゃあ、うちの田舎とかでも流行るんじゃないかと思って出しちゃう。これは TTP じゃないんですよ。つまり、集客をする部分、この集客をする部分っていうところが TTP できてない。つまり、集客を真似しないとダメなのに、それを分からずに、店舗のビジネス、のモデルだけをパクったりとかね、そういうことをしてるわけなんですよ。はい、それが非常にダメな例ですよね。なので、まずとりあえずやってみて、行動が大事だっていうふうによく聞くじゃないですか。うん、行動が大事だというのはもうこれも間違いです。頭で考えて、集客が必ずこれできるっていう、ちゃんと分析をして、それができるようになってから行動するんですよ。皆さんは何も考えずに行動しちゃってるんですよ。もうそれがもう全然ダメで、なんかね、もう昔から言われてるじゃないですか。もう考える前に行動しろとかって言われますけど、そんなのはね、間違いです。考えずに行動して成功するんだったらみんな行動しますよ。そんなの怖くて仕方がない。僕はもうね、石橋叩いて叩いて渡るタイプなので、もうとにかく、これで絶対集客できるっていうのが 100% わかるぐらいの気持ちで分析します。ね、それには店舗を見に行ったりとかして、もう一日中カウントしたりします。例えばね、食パン専門店なんですけど、日本で野上っていうお店がね、結構こう食パン専門店で流行ってたりするわけじゃないですか。で、他にも銀座西川さんであったりとか、まあ、いろんなお店あります、今食パン専門店が。で、これを僕は韓国でやったんですよ。で、じゃあ韓国でやるって立地も全然違うし、文化も違うし、実は韓国人が食パンを食べるっていう文化そんなないって呼ばれてるんですね。キムチとご飯食べるんだっていう話だったので、そういう意味でちょっとうまくいかないんじゃないかと思ったんですけども、実は韓国にも食パン専門店が実はもうすでに何店舗かあったんですよ。で、その食パン専門店を朝から晩までカウントさせました。何人ぐらいお客さん来てるのか。で、これは平日と土日で分けて1週間ぐらいのデータを取って、で、月々大体これぐらい売れてるなと。で、あとは食パン買っていく人たちが何人かちょっと見て、一斤買ってるのか二斤買ってるのかを調べて、そこにジャムも買ってるなとかっていうのを、透明でね、見て、で、あ、それだったら平均単価だいたい700円、800円くらいだなと。800円かける、じゃあ、これぐらいだから月々3、400万の売り上げ上げてるな。じゃあ、これが、他の店舗はどうだろうって、他の店舗を見に行って、あ、ここも売れてるな。じゃあ、これだったらいけるなって言って出してるんですよ。これがすごい大事。はい。集客がまずできるっていうことを確認してからやるっていうのが非常に大事です。はい。実際足を運んで、実際それを見に行ってるってことなんですね。そうです、そうです。もうとにかく足運んで、まあ、これ足運ぶ必要なくリサーチできることももちろんあるんですよ。なので、例えばなんですけど、僕だったら、メンズ眉毛サロンっていうのを出してるんですけど、このメンズ眉毛サロン、東京都内ではめちゃくちゃ流行ってて、何店舗も出してるところがあるんですよね。で、そこのビジネスを僕は大阪に持ってきて、心斎橋の都心部でやろうと思ったんですよ。これは、地方でやれるかまだわかんないんで、都心部で流行ってるってことは、じゃあ大阪の都心部っていうか、こう中心部では絶対流行るだろうと思って、やろうとした。
ただ、それでも本当にお客さんが来るか分かんないんで、とりあえずお金をかけてオープンする前に、一旦リスティング広告だけ出したんですよ。ああ、リスティング広告だけ。なるほど。で、LP を作って10万円ぐらいで。で、LP で予約できる部分を作ったんですね。で、うん、そこに予約を、先行予約受付しますっていう感じでリスティング広告をかけたんですよ。で、なるほど、それによってお客さんがどれぐらい来るかで判断しようと思ったんですけど、結構予約入ったんですよね。これが、もしあんまり入らなかったら、僕はもうその予約サイト閉じて、すいませんって言って皆さんにメールで、ちょっとオープンする予定だったんですけど、オープンできなくなりましたっていうのをやるんですよ。なるほど。これ結構、はい。実際、チラシとかを先に巻いたりとかですね、オープンする前に、大体この場所にこういうお店ができるんですけど、そのチラシを見た人で、来たいと思う人は、アンケートに簡単にお答えいただいたら、一件送りますよっていうふうにやるんですよ。それすごいですね。結構、インターネットで健康食品とかでやってる方はいらっしゃいますけど、実店舗でやってる方あんまりいないですよね、はい、そうです。インターネットだと無料で結構こう簡単にサンプルしますよとか、その反応を見る人が多いんですけど、実店舗で出てる人いないんですよね。でもこれは集客を必ずできるっていう状態になってからやらないと、これもどんな事業でも全部同じですから、皆さんそこをやらずしてやるのはただのギャンブルですから、そのあたりちょっと注意してくださいっていう、一応起業する前のマインドの話を、はい、はい、一通りさせてもらいました。自分がすげえ勉強になります、はい。ありがとうございます。実店舗はね、お金かかりますからね、そのテストができたら、それだけでかなりリスク減らせますもんね、やっぱり。そうです、そうです、そうです。はい、ここからちょっと、たくまさんと、Q&A で僕をお答えしようかなと思うんですけど、はい、どうでしょう。ありがとうございます。まず初めに、ご利益のね、まあ、本読んでない人はもう必ずこれちょっと読んでいただきたいなと思うんですけど、めちゃめちゃね、勉強なんで僕も何回も言ってるんですけども、まあ、見てない方のためっていうところもありますし、より詳細よっていうところもあるんですけども、まあ、この初めからその多店舗展開を考えて作ったお店と、まあ、とにかくこう、一つのお店をこう成功させようと始めた店では、まあ、全然やり方が違うよって話だったんですけども、まあ、それにちょっと詳しくお聞かせいただけますか。なるほど。ですね、はい、多店舗展開できるお店っていうのは基本的に僕にずっと頼らないってことなんですよね、うん。経営者が例えばプレイヤーにとして入って、そこで一生懸命やって売り上げを上げたとしても、結局2店舗目は自分がいないわけじゃないですか。もしくは2店舗目にまず僕が移動しますよね、はい、そうすると1店舗目がダメになるっていう可能性あるわけですよね。なので、うん、そういう意味で人に頼らないっていうことがすごい大事なんですよ。なので僕が入ったらもっと売り上げ上がるのになと思ってても、そこを我慢して店舗に行くっていうことをできるだけ減らす、そういうふうにしていかないとダメなんですよね。なるほど、はい。それをもう実際に作る前からもう考えてやってるっていうところなんですね。もうやる 前から。そうです。それはね、逆に言うと多店舗にしないと僕はもう意味がないと思ってたんですよね。1店舗のお店を成功させるのって別にそんな難しくなくて、自分が入ってしまえば、一生懸命やる人間が一人入れば、絶対売り上げ上がるわけですよ。うん、例えば、近所のご飯屋さんに行ってですね、いや、うちのお店こういうとこやってるから、ぜひ来てねって声かけていけば、ある程度その信頼関係でお客さんって来るし、友達呼べばいいでしょうし、うん、で、一生懸命自分が広告すれば、絶対来るわけだし、接客もオーナーがやれば一番いいわけじゃないですか。うん。うん、でも、それをやってしまうと、もう2店舗、3店舗は絶対できなくなっちゃうんで。なるほど。はい。まあ、と言っても多分その、まあ、天才のね、竹野内さんと違ってみんなもう食べちゃってるかなと思うんですよね、まず。何ちゃってるか、そういったところ、うん、お店を作っちゃってる、はいはいはい、でその、はい、方が、まあ、これから多分 2店舗目3店舗目ってこう考えてると思うんですけども、はい、その方が今からここからちょっとやっていった方がいいよとか、こういうところ、うん、さっき直そうよっていうところあったら、そういったところもちょっとアドバイスいただけますか。ね、作っちゃってしまってると、まあ、いえいえ、もう作っちゃってるっていう場合ももちろん多いと思うんですよ。ただ、はい、自分が抜けてもいけるような体制はやっぱり作っていかないとダメなんですよね。2店舗やる前に、1店舗目が抜けてもいいようにしないとダメなわけじゃないですか、うん、で、優秀な店長とか優秀な人っていうのが必ずいると思うんですけど、リラクルって正直、店長もいないんですよ。で、最初は店長がいない店舗なんて絶対成り立たないって言われてたんですよ。ところが、うん、それって仕組みでなんとかなるんですよね。これ、二つ目のテーマでちょっとお話しするんで、あまり言わないですけど、うん、とにかく、自分がいないとダメだと思い込んでしまってるだけっていうことが結構多いんですよ。うん、自分がいることによって、自分がいなくなった時にも売り上げが上がる仕組みを考えることをサボってるんですよね。
ああ、なるほど。そうです。自分がやっちゃった方が早いから。ね、本人は頑張ってると思ってるけども、実はそれサボってんだよと。そうです。実は考えることをサボってます。動くこと、すごい動きがいい人っているんですよね。愛想よくて接客も好きで、プレイヤーとしてすごく優秀っていう人はいるんですけども、経営者の仕事っていうのは頭で考えることなんですよ。で、頭で仕組みを作ったり、自分がいなくなってもなんとかならないかなっていうことをひたすら考えるっていうことが仕事なので、今、それがすぐにできなくてもいいです。ただ、僕のこの話を聞いて、あ、そっか、確かに、これ人に任せっきりじゃダメだな、もしくは自分が入ってちゃダメだなって、もしちょっとでも思うんだったら、じゃあ自分が、ね、抜けたらどうなるんだろうとかを想像して、自分が抜けてもいいような体制をどうやったら作れるんだろうを、今からゆっくり考えていけばいいだけの話です。なるほど。まず考えるとこからスタートだよってところですね。抜けてもいい。そうです。で、ついでに言うと、今やってる事業で2店舗目やらなくてもいいわけですよ。僕だって20個の事業やって、そのうちの18個は成功してるわけなんですよ。すごいですよね。結構ゼロからやってるのも7割から8割なんですよね。で考えたら、別に2店舗目が、しかも僕、一切お店にも行かないし、まあ、一応社長はいますけどね、各会社の社長は。でも多店舗展開して、そこに社長が全員行ってるかって絶対行ってないんですよね。だから、そう考えると、誰でもできるんですよ。だから、うん、別の今の事業じゃなくても、常にひたすら、例えばフランチャイズなんかもそうですけど、ああいうフランチャイズの情報とかちゃんと見てれば、あ、これは自分が何もしなくても儲かるなっていうビジネスっていっぱいありますから。なるほど。はい。そこは探せる。なるほど。素晴らしいです。はい、竹野社長が、全然その、まあ、美容師やられてて、まあ、リラクル、ね、まあ、マッサージ店もそうですし、まあ、食パンとか、全然その詳しくないジャンルでも、はい、なんかその成功されてると思うんですけども、うん、まあ、そういったね、人材とかね、どうやってこう、まあ、探してるんですかっていうところもちょっとあるんですけども。はい、ですね、まず人材に困るっていうのは大体免許が必要なビジネスなんですよね。うん、で例えばまつげエクセ専門店とかで美容師免許がいるんですよ。確かに。これは結構きつくて、そもそもまつげエクセなんてすごい簡単だし、美容師じゃなくても絶対できるんですよ。うん、で、そういう意味では免許が必要なビジネスっていうのは僕あんまりやっぱり良くないなって今思ってるんですね。ああ、なるほど。はい。で、一つやるとしたら、もうどんな事業でも人材に困るってことはほとんどなくてですね。あ、僕は優秀な経営者っていうのは基本的にどんな人材でもうまく使えるのが優秀な経営者であって、有能な人を入れないとダメだと思ってる時点で優秀な経営者じゃないんですよ。はい。まあ、ただ社長とかはある程度優秀。まあ、優秀っていうよりかは、僕の優秀の定義っていうのは一生懸命頑張って利益を追求できる人が優秀なんですね。だから最初からそう勉強ができるとか経験がすごくあるとか、そんなのはあまりよく関係なくてですね、一生懸命頑張れるんであったら社長にできるんですね、僕としては。なるほど。なので僕にね、秘書になりたいとか、僕についていきたいって言った人たちを順番に秘書社長にしていってるような、そんな感じなので、学歴も履歴書すら出してもらわないですから、僕の場合は。なるほど。めちゃめちゃ勉強になります。ありがとうございます。はい、これも後でちょっと教育の仕方とか有能無能のこの考え方っていうのをちょっと最後にお話しする予定なので、はい、あ、そうですね、その時にってことですね。はい、そういうことですね。はい、わかりました。じゃあ、まあその流れで多分その、ね、成功事例からこう事業化の仕組みなんかの話もそのまましていただいた方が多分スムーズかなと思いますので、はい、テーマ2の、ね、リラクの成功事例から学ぶこう事業の仕組みかっていうところで、ではそのお話ししていただいてもよろしいでしょうか。はいはい。じゃあ、ちょっとその前にさっき質問であったので、ね、リラクルがなぜ他のお店よりも大きくなったのか、同じような店がいっぱいあった中で大きくなった理由は何ですかってさっきあったんですけども、これは、要するに僕たちは、普通の人でもできるような仕組みに変えたからなんですよ。他のお店が成長しなかったのは、経験者ばっかり入れてたんですよ。あれ？なんか、あ、聞こえてます。大丈夫ですか？はい。はい、聞こえてます。経験者ばっかりを入れてたんですよ。最初僕たちもそうだったんですよね。うん、それって人材不足になっちゃうんですよね、やっぱり。ああ、なるほど。はい。で、リラクルで途中でやったのが、素人を2週間で研修で、お客様に出しても恥ずかしくないレベルにするっていうマニュアルを僕が作ったんですよね。これも仕組み化なんですけど。はい。で、そうやって、やったことが、他の店舗よりも、
他の会社さんよりも大きくなったっていうポイントなんですね。つまり普通のところは優秀じゃないと無理だとか経験者じゃないとマッサージなんてできないっていう考え方だったのが、僕はいやいや優秀じゃなくても絶対できる、ね、お客様って肩凝ってる、これを押してもらいたいだけだって単純に考えたんですよ。マッサージ師とはどういうものかって考えちゃうとすごいテクニックが必要になってきちゃうんですけども、そうじゃなくって素人でも満足させれるだろうと。例えばお母さんの肩もみするのって別に息子がね力さえあれば揉めるじゃないですか。なので、はい、別に素人でも肩こりとか腰凝ってる人たちに気持ちいいと思わせることは絶対できるだろうっていう、このお客様目線での簡単に考えていく。で、すごく有能じゃなくてもいいんだと。最低限お客さんが満足する技術さえ身につければいいんだっていうことで、マニュアルをすごくいらないものをいっぱい省いてたんですね、僕が。それで2週間でできるレベルのものを作ったっていうのが、これがもう僕たちの勝ちパターンだったわけです。つまりは全部やっぱ仕組み化なんですよ。なんかいろんな手の技があるのをこう一つに絞ったみたいな話も本に書かれてたんですけど、そういうことですかね。そうですね。僕はこれは本読んでいただいたら分かるんですけども、もう押してこねる、押してこねる。これで前進できるようにしたんですよね。なるほど。これ普通だったら肘使ったり、手の甲使ったりとか、いろんなこうストレッチしながらやってみたりするんですけども、そんな一切省いて、もう押してこねる、うん、押してこねるを肩から順番に腰いってっていう、もう順番もマニュアル化してしまったっていうのが僕たちのポイントですね。だからこそこう初心者の人でも2週間でできるようになるっていうところなんですね。そうです、そうです。なるほど、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、はい、ではそのままテーマ2の方に入っていただいてもいいですし、もしチャットの方で、はい、気になるようなものがあったらこう、全然それも自由に取り上げていただいても大丈夫なので、はい、まあテーマ2には入っていこうと思います。次が、何でしたかね、仕組み化の話と、そうですね、成功、そうですね、仕組み化の話ですね、はい、テーマ3がプレイヤーから、まあ、マネージャーへステップアップっていう考え方ですね。そうですよね。まあ先の、まあ、企業があって、企業のマインドがあってね、実際やり始めた後の仕組み化があって、はい、でそこから皆さんがねプレイヤーからこうマネージャーとしてやっていくためのマインドとか、もしくは教育っていう話をちょっと最後にしていこうと思うんですけども、うん、じゃあこのちょっと仕組み化の話も出てきたので、この流れでちょっと10分ほど僕がちょっと一人でざっと話して、うん、また拓保さんに後ほどちょっといろいろやり取りさせてもらえたらなと思います。じゃあですね、仕組み化なんですけれども、じゃあなぜ仕組み化が必要なのか、例えばなんですけども、一人で一つの店舗を大きくしたいとか、一つの店舗もしくは一つの事業、一つの事業じゃないな。例えばですけど、皆さんご存知ですかね、勝智美さんってご存知ですか。 YouTuber ですごく有名な方なんですけども、女性の方で、その方はスーツを、オーダーメイドスーツを作られる方なんですよね。で、この方は勝智美というブランドでオーダーメイドスーツ30万円でオーダーを受けてるんですよ。で、まあ、今発注もやまない状態で、これは何かっていうと YouTuber として有名になってインフルエンサーになって、で勝智美さんのところで一度スーツを作ってもらいたいと思う人がたくさんできるわけなんですよね。で、ただし勝智美さんがいなくなってしまったりとかすると、この事業ってなかなか成り立たないわけなんですよね。あくまで勝智美ブランドであって、それが2店舗3店舗くらいまではできるわけですよ。なぜならば東京から心斎橋にたまに勝智美さんが行って、出会えたりとか、もしくは勝さんの考え方でそのオーダースーツが作られてるという、そういうのが分かるっていう状態であればオーダーは入ってくるんですけど、これをじゃあ100店舗にできるかって言ったら、勝さんのお店はなかなかちょっと難しいわけなんですよね。なので僕の考えてる多店舗展開とはちょっと違うんだけれども、ただ一つの事業で一生懸命やれば拡大することも可能なんですよ、勝さんみたいにね。これ、それは自分が有名になるとか、もしくは自分の集客力で頑張るとか、一生懸命教育をして、社員を一生懸命教育して、有能な社員をいっぱい作って、で、自分がずっと目の届く範囲で、社員が例えば5人、10人でたくさんの売り上げを作れる事業だったら、僕は一生懸命教育もすればいいと思うんですよね。ところが、そうじゃなくって、たくさんの店舗を作ったりとか、たくさんの人を雇おうと思うんであれば、絶対これは仕組み化っていうものが必要になってきます。自分の力はずっと及ぶことができないので。なので、例えば皆さんよく考えてください。すべてがロボットで運営できているレストランがあったとしましょう。例えばオーダーするのも、最近だとね、もうくら寿司さんとかも、スシローさんとかも、もうほとんど入場するときですら、タッチパネルでまず受付して、で、そこからチケットもらって、整理番号来たら機械が勝手に呼び出して、で、どの番号の席に座ればいいかも機械が表示して、そこに行くだけなんですよ。
で、あとは寿司が回ってきて食べて、生産すら、もう自分で、ピッてやったらできちゃったりするわけです。で、この中で途中で人が返してるのは、会計の皿を飾りに来るときと、あとは寿司を、ロボットに握らせるっていう、要するに米を入れたり、仕込みをやったりとかする、調理をする人間ですね。この二つしかないわけなんですね。じゃあ、この人ですら、まあ、このお寿司の皿を数えることすら全部ロボット化して、例えば、仕込みすら仕込むロボットがもしできたとしましょう。なので、そこはもう完全無人の状態のお店ができたとしましょう。どうですか、皆さん。これを自分がオーナーとしてやっていて、利益が上がっていた場合、何店舗ぐらい作れそうですか？めちゃくちゃ作れそうじゃないですか。これが要するに仕組み化なんですよ。で、たくさんの店舗ができるってことは、ロボットみたいにプログラミングして動かすことができるっていうことなんですよね。で、ここで大事なのが、すごく優秀な機械が何台かある。これはなかなか高価で買えない。なかなか手に入らないと思っておいてほしいんですよ。普通の機械でいいと思わないためなんですよね。なので、普通の人でも普通にできるような仕組みを作っていく。これが社長の頭、この頭脳。これがすごく必要なんですよ。有能な人を雇うっていうのは社長の能力じゃないんですよ。確かに社長が有能な人のコミュニティとかコネクションで引っ張ってくるってことはあるかもしれないです。ね、もしくは優秀な人材派遣会社に頼んですごく優秀な人を入れるかもしれない。でもそれって社長の能力じゃないじゃないですか。ってことは社長の能力じゃないところで入ってきた人は辞めてしまったらこれ潰れてしまう可能性があるわけなんですよね。でも社長の能力で仕組み化してしまえばこれはなくならないもんです。仕組み化っていうものはなくならないものなんですよ。人が辞めてもその違う人で、よくいる人たちで代用できるものなんですよね。なので、それをちょっと話していこうと思うんですけども、うん、まず、僕が言う仕組み化っていうのは、要するに優秀な人に頼らない。そのためにはどうしたらいいかって考えることが仕組み化につながるんですよっていうことをちょっと話していこうと思います。うん、はい。先ほどちょっとリラクルの例はちょっと話してしまいました。じゃあ、例えばですけども、うちはタピオカミルクティーのお店をやっています。で、瀕死の状態ではあります、正直。タピオカミルクティーはもうブームの時に回収はしちゃったんですけども、今利益出てるかってもうトントンの状態なんですね。で、まあちょっと違う事業をそこにはめ込んで、今ちょっと利益出始めてるっていう感じなので、潰さずに置いてるんですけども、一つ、例えばタピオカミルクティーのお店、最初は店長を置いて、で、その人たちに優秀な店長がちゃんとお店の管理をして、シフトのを組んで、発注ね。例えば、このタピオカが少なくなってきたら、それを計算して発注する。ね。お客さんに対して、一生懸命挨拶するとか、いろんなこと、片付けも店長が仕切ってやる。これが普通のお店だと思うんですよ。でも、これ店長って結構優秀な人じゃないと、やっぱできないじゃないですか。間が抜けてたら馬鹿にされるかもしれないし、発注し忘れるかもしれないし、接客が悪くても注意できないかもしれないっていうふうに考えるわけじゃないですか。じゃあ、僕はその優秀な店長を必要なくしたらどうなるんだろうって考えたわけですよ。ね、皆さん、じゃあこれどう考えますか？店長なしで、ね、しかも社員って入れないでおこうと思ったんですよ。もうアルバイトだけでお店やっちゃおうと思ったんですよ。だから社員自体も雇うのってめんどくさいじゃないですか。結構優秀な人入れるとかお金も高くなっちゃうんで、これも省きたいと思ったんですよね。じゃあ、アルバイトだけで回ったら、これ2店舗目、3店舗目めっちゃ簡単にできるような気がしません？アルバイトができるんだから。って考えると、じゃあアルバイトに何させようかな。発注する人を、じゃあ今までは店長が発注も、接客も、お金の計算も何もかもやってたわけです。社員という人たちが。これアルバイトに全部分散させてみたらどうだろう。シフト作りすらアルバイトにさせてみたらどうだろうっていう発想をしたわけなんですよね。で、アルバイトに、例えばシフト管理をするアルバイトの子には月に2万円プラスでつけてあげたんですよ。で、在庫発注管理をする人にも2万円つけてあげたんですよ。それをそれぞれ2人ずつぐらい用意したんですよ。シフト管理をする人2人、在庫発注する管理を2人。ね、で、そこには、バイトなんだけども副管理者とかいう名前をつけてあげたりとかするわけですよ。で、アルバイトでできないかなって思ったこの発想がすごく大事なんですよね。はい。で、実際どうなったか。シフト管理、今アルバイトがやってます。はい。で、できたものを提出してもらって、社長がパッと見て、まあ、いけるかな、いけないかな、ぐらいを言うぐらいです。で、ダメだったら、ちょっとここもうちょっと増やして、とかって指示して、あとは勝手に増やしてくれる。
で、アルバイトですから、月にね、例えば5万、6万稼ぐのが結構いいお金じゃないですか、10万とか。そこに2万プラスされるんで、店長に例えば50万払うよりも、はっきり言って2万、3万をこうばらまいてあげた方がみんな喜ぶってことに僕は気づいたんですよね。で、在庫の発注管理も徹底したマニュアル化をして、例えば火曜日に在庫を数えてください。で、火曜日の例えば夜6時から7時の間にこれを数えてね。で、それで足りない分を発注してねと。どこどこにファックスすればいいだけだよ。もしくは、メール送ればいいだけだよっていうふうに言っとくだけなんですよ。で、火曜日と、例えば金曜日もあるけど、金曜日担当はまた別のものにやらせたりするわけなんですよね。こうやって分散させていって。で、接客の管理は、アルバイトで入ってて、その中で一番接客うまいなって感じた人に、ちょっと接客でもし気になった子おったら、アドバイスしてあげてくれるって頼んだわけですよ。こうすると、店長が優秀じゃなくてもいいんですよ。その中で得意な人が全部をやらせて担当させればいいわけですね。こうやって仕組みが出来上がって、うちのタピオカミルクティー屋さんは全部女の子のアルバイトで成り立ってるんですよ、うん。はい。こういうことが出来始めます。つまり、仕組み化するっていうのは、とにかく優秀な人を省いたときにどうなるんだろう。その不安を何とか解決するために何とかならないかなって考えた仕組みこそが、要するに仕組み化、自動化、そういうものになってくるんですよね。はい。っていう感じです。はい。はい。ありがとうございます。これ喋れてる？声。ありがとうございます。いや、本当僕らは結構優秀な人を何とか探そうっていうね、目線でついついこう言っちゃうんですけども、優秀な人じゃない人でどうやってできるかって考えるっていうのはものすごいね、考え方として参考になりました。ありがとうございます。はい。今ちょっとお金の管理どうしてたのかなって聞かれたんですけど、はい、まあ、リラクルでもそうですけども、普通にその、タピオカミルクティーのお店だったアルバイト社員が、お金を持ってコンビニに入金しに行きます。カードもなし。で、これアルバイトにさせて大丈夫ですかって言いますけど、それ店長にさせても同じでしょ。店長も同じ人ですし、アルバイトだから能力がないと思うこと自体がもう間違ってるんですよ。そもそも学生だろうが何だろうがお金を郵便局とか、それこそコンビニに入金することぐらい誰だってできるわけなんですよ。なのでそこ心配っていう必要がなくて、例えば持ち逃げされるとかなくしてしまうんじゃないかなって思うかもしれないですけど、アルバイトだからそれをするなんてことちょっとよく考えたらないでしょっていうふうな発想だね。なるほど。入金してくれたら1回例えば、1000円つけるよとかってしてるわけなんですよね。それが大事です。なるほど、参考になります。はい。まあ、そういうことで言うと、私のところもね、よく考えたら今リモートワーカーでほぼね、Lステップの授業も結構回ってて、まあ、リモートワーカーの人がね、の方が結構優秀なことも結構ね、多いなっていうのを最近感じてますね、やっぱり。そうですね。Lステップが典型的な仕組み化の例だと僕は思ってて。ありがとうございます。いや、Lステップっていうのは、基本的に昔のね、ダイレクトレスポンスマーケティングっていう、神田正則さんが考えた、まあ、初めて日本に入れたっていうか、持ってきたものなんですよね、マーケティングとして。で、何かっていうと、まあ、高尾さんにこの話をしてるわけじゃない、皆さんにちょっとしてるんですけど、昔だったらね、最初にメールがバーッと送られてきて、お客さんを教育するわけですよね。で、これだけすごいものがなんですよ、僕ってこんだけすごいんですよって売り込みをメールが勝手に自動でやってくれて、で、最終的に僕のセミナーにぜひ参加してください、20万円ですよ、みたいな、最後に高額のものがあったりとか、サブスクのビジネスみたいなものを売り込んでくれるっていう、これが自動的にメールを配信してこうやるものなんですよね。で、それまでは、今は LINE に変わったから、それを L ステップっていうものが、メールの代わりにできる、自動配信できるような仕組みを作ったっていう、僕はもうこれ最強の仕組みだと本当に思ってて、宣伝とかじゃなくて。で、ありがとうございます。はいはい。で、そこって人がやってると、例えば、これ、1日目にこの動画を送って、2日目にはこれを送ろうとかを、いちいち誰かに頼って任せないためじゃないですか、タイミングとかも。で、最後の、クロージングトークも人がやってたらその能力の高い人が制約が決まるとか決まらないとかって頼ってくるわけなんですよね。そこを全部機械化したのが L ステップなわけじゃないですか。まずは教育を自動で動画も配信されて、最初にお客さんが、LINE に登録してもらうだけでそれが自動的に配信されて教育されていって、最後のクロージングトークまで全てその L ステップがやってくれるわけじゃないですか。これって優秀な人に頼らなくてよくって、全員のお客さんに同じことができるっていう仕組み化なんですよね。これで人がいらなくなるから L ステップがこんだけ売れてるわけですよっていう話ですよね。ありがとうございます。そういうことですね。はい、はい、本当にもうね、恐縮です。ありがとうございます。いい、はい、
で、まあ、先ほどの、ね、仕組み化本当にもう大事だなと思うんですけど、結構これできない人って多いかなと思うんですけども、結構こう聞いてると竹野さんとかこうマニュアル化がうまいなっていうイメージ聞いてると感じるんですけども、はい、どうマニュアル化するコツとか、なんかそういったところとかありますか？なんかマニュアル化するコツみたいなのは。マニュアル化するのがうまいんじゃなくて、うん、窮地に立たされた時に考え抜いてその解決案を絞り出すっていう努力を僕はしてるからなんですよね。それ皆されてなくて、今できてるからもういいわなんですよね。店長入れればまあいいやじゃないですか。常識にとらわれすぎてるんですよね。優秀な人をなくそうという発想自体がないからマニュアル化が進まないんですよ。例えば、うん、お店の中で店長がいたら、マニュアル化しようと思わないわけですよ。だって店長が全部教育してくれるんだから、うん、っていう話なんですよね。誰か教育してくれる人がいるからマニュアルなんていらないわになってる人が多いんですよね。でも、うん、僕の場合はそういう優秀な人がいないからマニュアル作っとかないとどうしようもないよね。じゃあみんな優秀じゃない人も分かるようなマニュアル作るにはどうしたらいいかなっていうところから仕方なしにマニュアル作ってうまくいってるって話。なるほど、発想が違うということですね。発想がもうそもそも違います。変に優秀な人がいるからそういった努力を、怠ってるし、ビジネスが回ってるから、逆にそういった時間も取らないっていうことなんですかね。そうです。多分お店の人たちに教えてるのも自分だと思います。そういう人たちってオーナーさんが直接これはこんなことしたらダメですよって入ってくるスタッフがいるたびに教えたり、もしくは入ってるスタッフに入ってきたスタッフに教えといてねえだと思うんですよ。でトラブルが起こってからそれってちゃんと教えとかないとダメじゃないのって叱ったりして、すいませんって店長がまた教えたりするわけなんですよ。これって小さいお店だったらずっとそれでいけるんですけども、それをやってるから2店舗目3店舗目のイメージが湧かないんですよ。自分がずっと関わってるから、うん、2店舗目3店舗目のイメージなんて湧くわけないじゃないですか、うん、2店舗目も3店舗目出せば出すほど自分がしんどくなるっていうイメージが湧くから多店舗できないんですよね。なるほど、そういうことです。めちゃめちゃ参考になります。いいこれ、これ例えばちょっと例えばの話なんですけども、もし竹野さんが、はい、じゃあ例えばパーソナルトレーナートレ、パーソナルトレーニングジムとか、シニア向けのパーソナルトレーニングジムがなんか、これ来そうだなとか思ったとして、はい、なんかこうやろうと思ったらこう何から始めていきますか？シニア向けのとかってことですか？例えばシニア向けの、はい、パーソナルトレーニングジムが行けそうだなと思った時に何から始めていきますかっていう。わかりました。じゃあパーソナルトレーナーのジムがそういうのが実は流行り始めてて、そこもリサーチして、まずリサーチしますよね。で、はい、集客ができていることを確認します。しかもそれが何店舗か見て集客できていることが確認します。でしかも自分でもその集客ができる方法なのかどうかも一応探ります。ああ、なるほど。はい。で次にじゃあパーソナルトレーナーのお店を出しましょうと、パーソナルトレーナーってそもそもその人の能力に相当頼ってる僕事業だと思ってるんですよ。なのでそこのところの集客がもしそのパーソナルトレーナーが優秀でお客さんがついてるんだったら僕はやりません。もうそもそもそのビジネスは、見習おうとしてるところが普通のパーソナルトレーナーが何人かでやっててやれてるんだったら僕はやれるって思うわけなんですよね。なるほど。だからそもそもちょっとビジネス選びのところから優秀な人に頼ってるビジネスモデルなんだったら僕やらないっていう決断をすることが多いんですけども、ただライズアップさんとか見てると僕トレーナーさんが特別優秀な人を引き抜いてやってるとやっぱ思えないんですよね。全国にあれだけあるんで。ってことは僕はトレーナーさんが優秀じゃなくてもいけると思ってるわけですね。じゃあどうするかというと、徹底的にその真似したいところのお店に僕がまず通います。でどういうシステムで何が受けてるのか、でお客さんは何で最低限満足するのかを一回受けてみて、でお客さんにもちょっとヒアリングしたりしながら何が良くて言ってるのかを聞いて、その中で例えば毎日こうトレーナーが教えます、その教えてることってほぼ同じだと僕思ってるんですよ。全然難しくないと思ってるんですね。で、まずはトレーニング自体はもう機械もそんなに種類あるわけじゃないんで、2、3種類の機械の教え方をまず教えたらいいだけやな。これは簡単にマニュアル化できますよね。はい。次にトークですよね。トークが大事だと思ってるんで、一体お客さんはどういうトークで継続していくのかなっていうのを聞きます。なので、その上手なトレーナーが一体どういうポイントでお客さんを掴んでるのか。例えば腹筋してる時に、これが声かけ声を必ずかけてるんだったら、あ、かけ声がかけるのがポイントなんだなって分かったら、
腹筋中に掛け声をかけるっていう情報です。なるほど。要するに集客に有効になっているポイントを全部メモっていくわけですよね、とりあえず。で、最後にお客様帰られるときに、食事の件に関してはこうやってやっていきますからねって、アドバイスしますんでねって言って、毎日もしかしたら食事の管理してるかもしれないです。つまり、お客さんがリピートしている理由を箇条書きしていくわけですよ、まず。で、箇条書きしたものを普通のトレーナーでもできるように落とし込んでいくだけです。で、このマニュアルを作りました。教育しました。じゃあやってねってやってみて、うまくいかなかった。なぜうまくいかなかったのかな。探ります。で、うまくいかなかったのを気合で解決させようとする人が多いんですよ。これもうちょっと頑張ってやってねとか。このマニュアルできてないのダメじゃないの、何回も言ってるよねって叱ったりとか、これみんなで頑張ろう、えいえいおーってやる人が多いんですよ。この精神論でやってる人たち全員失敗します。そうじゃないです、精神論じゃなくって、うまくできなかった時っていうのはマニュアルが悪いかもしれないと思わないためなんですよ。なるほど、わかります。これこの間も実は僕、自分がコンサルしてるお客さんがいるんですけど、まあ、結構かなりの数僕コンサルしてるんですけども、その方に、これ面白いんですけど、皆さんちょっとクイズですけどね。まあ僕、ツイッターでも言ってるんで、ツイッター見てる方はちょっと分かってるかもしれないです。インスタライブ見てる方とかも。その方は、以前竹野内さんがタスク管理が大事だって言われてました。なので、タスク管理をしようと思って、スプレッドシート、まあエクセルとかですね。あそこにタスクを書き出して、箇条書きにして管理することにしたんです。ところが自分の不甲斐ないことに途中でやめてしまいました。最初は良かったんですけども、途中でそのタスク管理をしなくなっちゃったんですよ。ルーズになっちゃって。で、最近の竹野内さんの動画を見て、やっぱりタスク管理って大事だなって思ったんで、また気合でちょっと頑張ってやり始めようと思いますって言い張ったんですよ。これに対して僕が何にも分かってないですよってちょっと叱った状態なんですよね。これ何がダメか分かりますか、皆さん。ですか、皆さんチャットにちょっと変えてみていただけますか。これを何がダメか。チャットにぜひ皆さん変えてみてください。はい。タスク管理がタスクになっているとかいろいろ出てきてますね。それは出てきてるんですけどね、それちょっとだけ違いますね。やる気に頼っているとか。そう、気合がないから気合で乗り越えようとしない。そうですね、僕さっき言ったからですよね。そう、精神論、気合。じゃあどうしたらいいですか。どうしたらいいかちょっと皆さん変えていただけますか。はい、あ、そうですね。書いてくれてる人がいました、今。仕組み化するその通りです、はい、つまりですね、はい、じゃあもう答えちょっと言っちゃいますね。あまりにバーッと答えが出てくるんで、まず自分がやらなくなった理由を探るわけですよ。つまりタスク管理が自然とやらなくなったわけじゃないですか。それって努力を怠ったからだって考えたらそうかもしれないです。そもそも仕組み化っていうのは努力しなくてもできるようにするのが仕組み化なんですよ。ここ大事です。わかりますか？なるほど。はい。つまり、さっきのパーソナルトレーナーの従業員もそうだったんですけど、うまくできないわけじゃないですか。できないってことは、その人の努力が必要って考えたらダメですよ。できないのは、努力なしでもできる仕組み、ね、言い方であったりとか、そういったことができないからダメなんですよっていう話なんですよね。なので、このタスク管理、なぜあなたはじゃあ途中でやめちゃったんですか？つまり、なんでかってよく考えたらわかるんですよ。自分のタスクをわざわざエクセルシートに見に行く人います？忘れません？一週間後ぐらいまでずっと放置するから、エクセルシートにタスクを書き込んだことすら忘れてしまって、そのタスクがあったことすら忘れてしまったりとか、エクセルすら見ないからタスクを書き込まなくなってるわけなんです。そういうことじゃないですか。じゃあ、これどうやったらいいかって言ったら、例えば一日の終わりの夜の6時に必ずアラーム鳴らすんですよ。そしてアラームが鳴ったら、自分の今日のタスクをエクセルシートに書き込むっていう作業をするか、もしくはそのタスクを見るっていう作業をするって決めとくわけですよ。これが仕組み化なんです。わかりますか？アラームを鳴らすっていうことだけがただの仕組み化です。これすごくないですか？すごいですね。これが大事なんですよ。なるほど。はい。たったアラームを鳴らすっていう発想をする、これがただの仕組み化なんです。それをみんなわからなってなくて、努力しましょう。だから思い出すっていう努力をしなさいって言ってるようなもんじゃないですか。アラーム一つセットしとけば、その違う時間は何も考えなくても、アラーム鳴ったら、あ、そうそう、タスク見る時間やわって見ればいいだけの話じゃないですか。っていう話なんです。それでもうまくいかないことがある。
じゃあ、そのうまくいかなかった原因何なのって探って、それ解決する方法ないかなって考えていって、その PDCA ずっと回すと、完璧な仕組み化ができてくるんですよ。わかりましたか、皆さん。頑張れ。いや、素晴らしい。これ、先ほどちょっと直接的な質問と関係ないんですけど、いや、竹野さんがコンサルをしてるってね、ちょっと話が今ちょっとあったんですけども、竹野さんが直接コンサルしてるんですか？あ、ちょっとあんまり、あ、そうですね。まあ動画でも今ちょっと宣伝はしてるんですけど、ですね。まあコンサルちょっと2種類メインであって、1種類が2時間直接お会いして、はい、お話ししてっていう、まあものすごい詰め込んで、その人の事業を聞いて、はい、もっとこうした方がいい、もっとこうした方がいい。これが実はちょっと高いんですけど、22万円なんですよね。で、受けたいんですけど、受けたいんですけど、聞いてて。またそれは申し訳ないです。で、ただしこれ、1回きりの単発コンサルなんで、あ、なるほど、2回目はもう受けないんですよ。もう1回目が僕一番価値高いと思ってて、22万円の設定してるんで、うん、2回目は僕も満足していただけるか分かんないんですけど、1回目は 100% 満足できるから、一応その設定にしてるんですね。なるほど。で、僕も勉強できるんで、うん、2回目はね、同じ話聞いても僕は勉強できないから、受けないってしてます。で、うん、もう一つのコンサル、これが一番ちょっと多いんですけど、チャットワークコンサルっていうのがあって、僕に24時間質問し放題で月5万5千円なんですよ。安いですね、めっちゃ安いです。これがちょっとやばくて。やばいですよ。で、50名から100名までで今止めようとしてて、もう結構な状態にはなってるんで、あまりちょっともう受付ができるかどうかわかんないですけど、僕のティーズ、どっから申し込んだんですか？ティーズインベストメントの会社のホームページです。ちょっと。チェックしといて、米田君、はい、株式会社ティーズインベストメントのホームページ見てもらって、これはもう24時間毎日のように皆さんから質問が来ます。で、即日必ずレッスンします。もうその早ければ1時間以内に回答しますし、いろんな、はい、めちゃくちゃいろんな質問来ますけども、まあ、全て回答して皆さん感動されますね。大体今リンク貼っときましたんで、もし竹野さん話聞いてこれはやばいなと思ったら申し込んでください。すいません、受けれない可能性も高いんで、すいません、はい、それだけすいません、はい、はい、これちょっと自分が個人的にちょっと気になったんで、はい、これはちょっと竹野さんの個別にちょっと聞きたいなと思ったんです。すいません、ありがとうございます。はい、いえいえ、どうないです。はい、はい、じゃあその流れで、じゃあテーマ3の方でプレイヤーからマネージャーへステップアップする考え方と人材教育っていうところでお話ししていただけますか？はい、わかりました。まあ最後に持ってきたわけじゃないんですけど、先ほどからね、人材のことについていろいろ話してるんですけど、じゃあ教育をするってどういうことなんだろうって皆さん悩んでると思うんですよね。で、先ほどからプレイヤーからマネージャーになるって話はちょこちょこ出てきてます。つまりプレイヤーでいたら絶対に多店舗展開はできないんです。でもプレイヤー兼マネージャーは別に構わないんですよ。そんなに大きくなりたくないとか、さっき言った例に出した勝智美さんみたいに一つのブランドで大きくすることだってできるし、実はその方が楽しかったりします。皆さんは楽しいってことを仕事にされてる方結構多いと思うんですよね。面白いとか楽しい、自分がやりがいだっていうことで、それって全然間違いじゃなくて、お金お金って、僕はお金を稼ぐことがすごく楽しいんですよね。皆さんと違うところもあると思うんです。だから僕の話聞いたら、なんか嫌だなって感じる人はそこです。僕がお金お金してるからですね。つまり、たくさんのお店をロボットみたいに作っていくっていうのって、すごくなんかこう、システマチックで人間味がなくって、でもお金は稼げるよね、確かに。でもそれ俺楽しいと思わないねっていう人は、僕が言う今のプレイヤー兼マネージャーが絶対適してると思うんですよ。その代わり、プレイヤー兼マネージャーをやるんだったら、自分で一生懸命集客のことを考えて、教育もしっかりして、もう唯一無二のお店を作っていってください。TTP なんて考える必要ないです。むしろ、自分だけにしかできない自分のお店を作っていくことで、どんどんお客さんが来るっていうことを僕は何回も見てきてます。勝智美さんのオーダースーツもそうです。オーダースーツするのに30万円めちゃ高いんですけども、ただ、やっぱり勝智美さんにしかできない、この生地選びであったりとか、デザインであったりとか、その特徴を出すってことにこだわってるわけなんですよね。つまり、プレイヤーで行くんであれば、客単価を高くして、できるだけたくさんのお客さんを呼ぶ努力を自分でしてほしいんですよ。そこで安くしたりとかしてるんだったら、それは違うんですね。安くしたいんであれば、どっちかというと多店舗展開狙わないとダメなんですよ。薄利多売なんだから、集客も自動でできるようにしないとダメなんですよ。自分が特徴を出して一生懸命楽しい仕事をやろうとしてるのに、安くでするっていうのは、絶対仕事自体が楽しくなくなってきます。間違いなく。そこで集客に困ったり、売上に困ったりするわけですね。だから単価どんどん上げていけばいいです。自分が特徴を出してやるんだったら、どんどん単価上げていって、分かる人にだけ分かってお客さん来てくれればいい。これの方がむしろ長続きしますし、っていう考えなんですよね。で、そこはじゃあ置いといて、
金稼ぎたい、お金持ちになりたい、先ほどからたくさんのチャット来てます。なので、その件について話しますけれども、プレイヤーでいたらダメなんですよ。とにかく、事業、ね、自分が、経営者になるってことは、僕20個の事業を毎日全てやってるわけなんですよ。で、確かに社長はいます。じゃあ社長めちゃくちゃ優秀かったら、先ほど言った通り秘書から社長になったりとか、もしくはそこら辺で、なんかいけそうやなっていう気合入ってるなってやつ呼んできて、社長やるって言って社長やらせてるんですよ。そんなレベルなんですよ。うん、社長はただの管理者だと思ってるんで、僕は。で、じゃあ僕がやってることって一体何なのかっていうと、売上アップのアイデアを出すこと。ね、で、つまり売上アップ、これ何か。皆さん売上アップ掛け算です。客数かける顧客単価。ここですね。この2つの掛け算で売上っていうのが成り立ってます。なので、客数を多くすることをどうしたらいいのかを考える。で、あと、単価を高くするにはどうしたらいいかを考える。これがポイントになってきます。で、経営者はこれだけを考えればいいんですよ。で、あともう一つです。ごめんなさい。これと、経費削減です。下げる分ですね。これを2つ考えることによって、利益がアップします。これが非常に大事。そうです。売上は客数かける顧客単価です。なので、経営者が考えることは、顧客単価をいかに上げるのか、どうやって上げるのか、客数をどうやって増やすのか、もうこれだけしか考えないです。あとは経費をいかに下げるのか、経費っていうのは一番大きいのは人件費です。あと広告費です。この2つができるだけ低い金額でやれないかなって考えるわけですよ。これがすごく大事です。まあ、PL の構成ですね。その通りです。つまり、利益を徹底的に追求するっていうのが、経営者の理念でなければならないんですよね。これを社会貢献であったりとか、従業員に好かれたいとか、従業員の幸せを考えてますっていうのを理念にしてたりとか、自分の中のポリシーにしてる人がいます。これは多店舗展開には向いていません。これは、さっきも言いましたけども、プレイヤー兼マネージャーで一つのお店を一生懸命楽しくやっていきたいんだ。趣味のようにやっていきたいんだっていう人にとっては別にその理念で構わないです。むしろその理念じゃないと、もしかしたらやりがいもなくなるし、そうじゃないとやっていけないかもしれないです。でも僕が話してるのは金稼ぎたいだけですよっていう人ですね。とにかく大きくしていきたいんだっていう人たちにはとっては、自分の理念はとにかく従業員を幸せにすることじゃないんですよ。利益を出せば従業員なんて絶対に幸せになるんですよ。だって利益出てるんだから、従業員に給料も渡せるでしょっていう話なんですよね。なので、社会貢献もそうです。利益出てるってことは社会貢献できてるんです。税金も払ってるし、なんならサービスもたくさん売れてるわけですから、それだけで十分社会貢献できてるわけですよ。ミラクルが全国に700、600店舗できてるだけで、もう結構な社会貢献なわけですよ。ね、そういうふうに考えないとダメです。なので、利益を徹底的に追求するっていうのを、プレイヤーからマネージャーになるときには考えないとダメですよっていう話ですね。はい。なので、マネージャーになるときに一番大事なのは利益を考える。で、次に、プレイヤーとして現場に参加しない。極力現場に行かない。それでもなんとかなるようにする。で、ただし、僕、新しい事業をやったときは、一旦現場に立ちます。これ、プレイヤーとして一回って経験しとかないと、効率化、例えば単価アップとか売上アップのアイデアも湧かないし、経費削減のアイデアも湧かないんですよ。なので、僕がコッペパン専門店やるって言ったときには、まずレジに立ちました。レジ打ちして、なぜレジに立ったかというとね、これは、レジをどれだけ早く打てるようになれるのかなっていうのをやりたかったんですよ。お客さんをこなす人数を、例えば言い訳されて、一人5分くらいかかるんですよって言われた時に、あ、そんなもんかなって思ってしまうじゃないですか。でも自分が一生懸命パーフェクトにやったら、やっぱり3分でできるよなっていうマニュアルが作れるわけですよね。他にも、揚げ物をやってる時にもっと早くならないかな。つまり、時間という効率を良くすることによって経費が削減できますよね。お客さんをたくさんこなせるから売り上げがアップすることができますよねっていう考え方ですよね。なので、仕組み化、効率化するためにお店で調理もするし、レジも打つし、接客もやってみるし、ね、どういうお客さんが来てるのかを見て、あ、地元のお客さんが多いから地元にこういうふうにアプローチしていったら宣伝広告安くつくかもしれないな、インスタグラム広告が一番いいかもしれないなとか、現場に立って分かることっていうのがあるんですよ。なので最初の1週間ぐらいは現場に立ったりします。その代わり、そこで仕組み化できたら一切もう現場には行かない。これをしてるわけなんです。リラクルも同じです。1店舗目は一応現場に立ったりもしました。で、そこで1週間ぐらいで大体吸収して、あ、こうやっていけばいいんだな。自分でマッサージも覚えました。お客さんにもやりました。で、あ、こんな風に大変なもんなんだな。でもこんだけは効率化できるような。が分かってから2店舗目、3店舗目から一切入らない。っていう風にするわけですね。つまり、とにかくプレイヤーとして現場に立たないっていうことが一つ大事ですよ。で、最初に戻りますね。
売上アップしなさい、経費削減しなさい、これを考えるだけなんですけども、僕いつもやってること20の事業やってますけども、じゃあ僕毎日どれぐらいの時間をこの20の事業に割いているのか、実は僕8割が YouTuber として活動してます。はい、残りの2割が、この20の事業の管理をしてるんですね。でどういうことかというとね、僕 YouTube ってプレイヤー兼マネージャーなんですよ。わかります、うんうん、こんだけ言ってるんだけども、僕プレイヤーとしてこんだけ喋って YouTube 撮ってめちゃくちゃやってるわけですよ。なので YouTube っていうものはこれプレイヤー兼マネージャーでしかやれないものなんですよ、今の僕の中では、うん、でなので僕は趣味なんです。ただただ楽しいからやってるだけなんですよ。だからこれ金稼ぎやりたいとか、とんでもなく拡大したいと思ってなくて、ただただ趣味で承認欲求満たすために楽しくてやってない。なので、人に任せないとも今思ってないわけなんですよね。ただし、僕、これで青汁王子さんとか、ね、ひろゆきさんとか、まこなり社長とか、そんな人たちには僕、かなわないなとも最近思い始めたんですね。これ以上は難しいかなって実は限界を感じています。なので、僕はここから YouTube も実は、プレイヤー兼マネージャーでやってるんですけども、違うチャンネルとか番組立ち上げる、もしくは何かで、プレイヤーじゃなくてマネージャーに変わろうと今思ってます。ある、ね、あの YouTuber とかをギャラで集めて、そこでテレビ番組みたいに番組作っていこうと思ってるんですよ。で、放送作家入れて、それに対して作っていこうと。それだったら僕働かなくても、チャンネルごとに稼いでくれて、いくつかのチャンネル作ってもいいし、一つのチャンネルで月曜日はこれを配信、火曜日はこれを配信ってやっていくと、またそれ盛り上がるじゃないですか。これで、ウィンウィンウィンっていうね、わかりますかね、芸人さん集めて、はいはいはい。あんな感じのやつやったらどうかなって思ってるわけですよ。安い芸人さんいっぱいいますから。はい。っていう形で、僕が働かなければ、それだったらいくつでも取れるでしょ。チャンネルいくつでも作れるじゃないですか。これが僕の多店舗展開のプレイヤーからマネージャーへの考え方なんですよね。ただ、SNS でも多店舗展開。そうそうそう。これで YouTube でも多店舗展開はできると僕は思ってるんですよ。で、実はヒカルさんとか青汁さんもそれ考えてるんですよ、すでに。実は。これちょっとあんまり大きい声で言えないですけども、もうすぐ番組変わってきますね。YouTube 自体が今後変わってきます、どん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 。なるほど。はい。っていうふうに。テレビ局みたいになってますね。そうです。テレビみたいになっていくんですよね。で、僕はだからテレビ局を作りたいんですね。そうするともっと儲かるわけですよ。うん、はい。ごめんなさい。それ置いといて、で、僕の事業にかけてる時間っていうのは2割程度なんですよって話しました。で、これ何かっていうと、仕組み化できてなくて、売り上げがマックスにまだ上がってない事業っていうのはまだ何個かあるわけなんですよ。で、仕組み化ができていると、もうほったらかしでいいわけですよ。僕、自分が入らなくても勝手に毎月利益が出てるわけですから、リラクルもそうじゃないですか。600店舗全部利益が出てるわけなんですよ。それいちいち毎日見に行ってる方は見に行ってないわけですよ。つまり、仕組み化するまでは自分が一生懸命プレイヤーみたいに入ったりとか、もしくは自分がアイデアを出す。これ会議を 毎週やるんですね。なんなら毎日やります。で、そこで僕が売上アップのアイデア出したり、経費削減のアイデアを出して、それをするために、みんなができるようになるために仕組み化していって、マニュアル化していって、できるようになったね。これもう限界やね。じゃあ僕も関わりませんよってほったらかしなんです。あとは社長が管理してるだけですね。それをキープするために仕組みが回ってるかなっていうのを見てるだけなんですよ。で、僕が見てるのは毎日の売上がちゃんと予算通りにいってるか、それが下がり始めた事業に関してはちょっとおかしくない、ちょっとじゃあミーティングしようか、なぜ下がったのって聞いて、多分これが原因です、それは解決できる仕組み化で PDCA で回せるのか、仕組み化マニュアルちょっと考え直そうよって、売上アップして経費削減するマニュアルをまた考え直して、またそれを落とし込んで、うまくいったらまた手放す、これをやるから僕は手放していってる事業が何個もあるわけなんですよね。20個の事業を同時に立ち上げたらそれは難しいです。でも、一個一個、この5年間ぐらいかな。4、5年間で20個出してるんですけど、5年間のうち、ちょっとずつ、2、3ヶ月に1個ずつ出してるわけなんですよ。そうすると、その一つ一つに対して、仕組み化終わった。じゃあ、あとは自由にやって。次、暇になったから仕組み化。こう。で、ずっと投げていってるから僕は今常に暇で、今僕が2割で何やってるかというと、新規で最近始めた事業でうまくいってないものとかに手をかけてるだけなんですよ。なので、何やってるか。僕、毎週ミーティングします。その時に、売上もうちょっと上げなあかんよね。じゃあ、集客どうしよう。今の状況を聞かせて、あ、なるほど、そういうことか。じゃあ、インスタグラム広告やってみたらどうかな。この実験やってみようよ。とか、これやってみようよ。とか言うわけですよ。それって大体宣伝広告ってお金かかるじゃないですか。これは、経営者しか判断できないことなんですよ。お金を使うか使わないかっていうのは、経営者が判断しますよね。つまり、
経営者のやる仕事っていうのは売上アップのためにそこに痛みが伴うわけですよ。その決断をするっていうのが経営者なんですよ。普通のプレイヤーの人たちとか店長とかもしくは雇ってる社長に何かを任せるっていうのはこれ痛みを伴うから自分の保全に回るわけですよ。これで失敗したらまずいから経費使いたくないなって言ってチャレンジしなかったりするわけなんですよね。その他にも逆に自分の痛みじゃない会社の痛みだからバンバン経費使って効率悪くてもやってしまうっていう人がいるわけですよ。だから経営者とか一番トップの人がそこの痛みと、利益のそのバランスを考えながらやっていかないとダメなんですね。ここが大事です。で、経営者しか売上アップは考えてません。お店の子たちはよっぽど優秀じゃないとそんなこと考えないんですよ。特に僕のお店の人たちは優秀じゃない人を集めてるから売上アップ考えてねなんてこと言っても絶対やってくれないわけですよ。なので売上アップを考えてそのやり方を考えたらそのやり方を仕組み化にして噛み砕いてからスタッフにやらせる、タスクとしてやらせる、これが大事ってことですね。なるほど、めちゃめちゃ勉強になります、はい、ありがとうございます。はい、まだちょっとあるんですよ、ごめんなさい。はい、いいですか。あ、どうぞどうぞ。でタスクの管理をそういうふうにして、でも経営者としては売上をアップさせるんですよっていうのは、これアイデアを出すっていうのが大事だから、他の人に出してねはもうこれもうただの経営者としてのサボりですから、売上アップするアイデア出し仕組み化するまでが経営者の仕事です。売上が上がってないんだったら自分の責任だと思ってやってください。お店の子たちが売上アップをやってないんじゃないんです。自分がアイデアを出してないだけです。そしてそれを仕組み化してみんなにできるようにさせてないだけですっていうふうに考えれば自然とできるようになります。次に経費削減。経費削減なんて社員の人で考えてる人ほぼいませんからね。これ先に言っときます。だってそうでしょ、お店の電気、スタッフルームの電気を自分が出るからって消すやついます？だって常に明るい方が楽じゃないですか、スイッチ消さなくていいんですから。で、自分が消したからって言って自分の給料上がるんやったらもしかしたら消すかもしれないですよ。けど消しても給料上がらないのに消すやついないんですよ。で、他にもそうですけども、例えばコップ、あのお客様に、ポテトフライを入れる、この量を守るやつっていないわけですよ。ちょっと多めに入れておいたらクレームなれへんわなって多めに入れることもあるわけですね。そうやってお客さんに無駄にこう出したりとか、いろんなところで無駄をやってるわけなんですよ。紙でも例えばバーッと書いてね、メモして、それ裏は別に白いけども捨てちゃうじゃないですか。でも経営者はもったいないな、裏も使ってほしいなって思うわけですよ。電気もできれば消してほしいなって思うわけですよ。でもこれ経営者の人がお店に行ってやるわけにいかない。じゃあ店長にお願いしよう。じゃあ店長ってそれを常に管理してるってことは、自分の給料も上がりもしないのに経費の管理してるってことは相当優秀なわけですよ。そんなこと絶対無理でしょ。必ずそんなことできないと思ってるんですよ。なので、じゃあ経費削減するためには何かアイデアないかなって考えるわけですよね。それで僕が考えたのがマインドの仕組み化っていうのがあるんですよ。これはスタッフの教育に必要なマインドを変える、経費を常に削減しないとダメだなっていうこのマインドを持ってもらうための仕組み化なんですよね。これどうやってるかというと、詳しくは YouTube を見てほしいんですけどもね。なるほど。YouTube 絶対見ないとダメですね、これ。まあ、僕の YouTube で、マインドの仕組み化、竹内社長、マインドの仕組み化って調べたら多分出てくると思いますので、それ見たら、僕が今から言うもの以外にも、すごく役立つ話があります。で、僕がコンサルしてる人たちも、これを入れて改善した人がめっちゃくちゃいますんで、これは一回見た方がいいです。一つの例として、じゃあ、経費削減についてちょっと話しますね。これだけちょっと教えますね。これを教えて全部応用してくれたらいいですし、YouTube 見たら全部わかりますので、教えてよってありますけど、まず、マインドの仕組みがありますね。僕は教育も全て仕組み化してほしいなって思ってて、言いますね。例えば、じゃあ経費削減、スタッフにどうやって考えさせますか、皆さん。これ店舗ビジネスで考えてほしいんですけども、じゃあ店舗の人たちに、僕がやったのはですね、毎晩必ず仕事が終わったら、例えば7時に仕事が終わるんであれば、6時半から7時の間、就業時間中で構わないんですけども、LINE をさせるんですね。何の LINE をさせるのか。今日、経費削減について意識したり行動したことを書いてくださいってするんですよ。わかります？そうすると、全員のグループの中でスタッフが全員書いてくるんですよ。今日、経費削減した行動、例えば、スタッフルームの電気を消すようにしましたとか、お客様にこうポテト入れるときに、オーバーしないように気をつけるように行動しましたとか、みんなが書いてくるわけですよ。そうすると、グループの LINE で書いてくるんで、あの人はこんなこと意識してるんだな。メモの裏書き、まあ、もう書くようにしましたとか、医療の関係だったら、ガーゼを1枚だと多いので2分の1に切るようにして使うようにしましたっていうようなことを言うような人が出てくるわけですよ。
みんなが工夫してそれぞれにアイデアを出してるわけですよ。そしたら、あの人そんな工夫してるんやな、じゃあ私も明日やろうになるわけですよ。なんでなるかっていうと、毎日報告しないとダメだからです。これを意識したことを報告してくださいねっていうと、一日中その報告のために何かをやらないとダメだってみんな意識してるわけなんですよね。ネタがなくなってくるわけですよ。毎日裏紙使いましたって書くわけにいかない。毎日スタッフルームの電気を消すようにしましたっていうのも飽きてくるわけです、自分でも。これ、毎日同じこと書いちゃってるなってなるわけじゃないですか。そうすると人のアイデアをパクるようになってくるわけですよね。なるほど。ガーゼ切ればいいのか。じゃあ私も、何々さんがやってたガーゼを切るのを私もやりましたで成り立つわけなんですよ。これを例えば1ヶ月ぐらいやると、みんながだいたいマインドの中で、一日中経費を意識するってことを身につけれるようになるんです。僕は優秀な人と優秀じゃない人の差は、そういう意識を多くできるかどうか、深くできるかどうか、この差だと思ってます。なので、僕の場合、皆さん優秀って言ってくれることが多いです。なぜ僕が優秀なのか。とにかく利益アップするために何か考えないとって常に意識してるからです。その量が多いからです。皆さんはまだまだ少ないんです。利益をアップするためにどうしたらいいかなって考えてる量が少ない。意識してる量が少ないから。今までね、今まで。これからは分かんないですよ。もうすでに意識してる人は成功してると思うんで。なので、その意識量の差なんですよ。なんで、意識を癖づけてあげたら、その人たちも習慣になるので、経費削減を意識した1ヶ月間があるから、もう意識せざるを得ないんですよ。もう次の月にもそのマインドの仕組み化のね、うん、毎日報告しなくてもよくなっても、もうなんか気になってしまうんですよ。やっぱり意識しちゃうんですよ。経費削減っていうものに。みんなそうじゃないですか。無駄遣いする。ダイエットもそうでしょ。痩せないと痩せないとって言ってて、常にこう意識の量が多いからやれるんであって、途中で意識がポンって飛んでしまって、もういいわと思ってしまったらやっちゃうわけじゃないですか。ご飯食べちゃうわけじゃないですか。うん、で、それをじゃあ、ご飯食べてしまうから、これを仕組み化しようっていうふうに考えるわけですよ。自分が努力しなくても、食べなくてもいい仕組みないかなって話になるわけですよ。じゃあ、例えば、朝ご飯食べたら何か、起こるようにしてしまうとか、もしくはなんかこう夜ご飯の なんだろうな、難しいんですけど、食べれなくなるような環境を作るとかですね、まあ、そういう仕組みを作れば自分でうまくいったりするわけですよ。お腹すいたらピーナッツ食べれるのだけは許そうとかね。そしたらお腹すいたのを努力しなくてもピーナッツは食べてもいいっていうルールを決めてれば結構いけてたりするわけじゃないですか、っていうふうに、ごめんなさい、仕組み化の話とごっちゃにしちゃいましたけども、つまりは意識の量を多くしたり、こういうマインドの仕組みっていうのはできるわけなんですよ。なので今のちょっと一部マインドの仕組み化の話をしたので、ちょっとマインドの仕組み化の僕の YouTube ちょっと見に行ってください、うん、そしたらもっとわかると思います。いや、こんなでも有料級のコンテンツが YouTube に上がってるんですか？あのね、僕のね、 YouTube の見方を皆さんにちょっと話しておきます、はい、最近の YouTube は対談をしたりとか人と話してることが多いんで、そこから見ちゃダメです。新しいものに関しては応用編だと思ってほしいんですよ。僕の YouTube 見るんだったら、まず動画、YouTube 登録、まずアプリ入れてください。で、うん、その中で動画、僕の YouTube 探したら、ホーム、動画、何々ってあるんで、動画ってボタンを押してください。そうすると、一番下に遡ると、過去の一番最初の動画出てきますので、うん、そのうちの最初の一番最初に喋ってる2、30個をまず見てください。なるほど。これを見てもらったら、もう、僕の事業の考え方がほぼほぼ分かるっていう感じになりますね。それはやばいですね、それは。はい。原理原則が分かります。で、みんなに配りますね、この見てる人に。ここのリンクをちょっと後から LINE で送ります。そうしてください。並べ替えで古い順にすればいいです。その通りです。僕も使いこなしてないですけど、古い順にして、古いものから全部見てください。で、僕が一人語りしてますんで、一人語りしてるやつを中心にまず見てください。そうすると、いろんなことが多分やばいぐらい楽しくて、もう夜中寝れなくなりますよ。で、最初の2、30個で僕は登録者がガッと増えてますんで、その中でバーッと見た後に、そこから全部応用編だと思ってください。最初に話してる原理原則を応用した、例えば相談の対談とか、相談しに来てるんですよ。さっきみたいにパーソナルジムをやろうと思ってて、もうやってるんですけど、店舗数増やすにはどうしたらいいですかっていう相談に対して、ズームで僕が答えてるんですね。そこに僕が最初に話した30個、これを応用した話を加えながら、実店舗ではこういうふうに考えるんですよってことを相談に答えてるんですよね。対談も全部そうです。僕が話してることが、実は対談してる相手たちもみんな同じこと言ってるんですよ。で、最終的にやっぱりそうなんだっていうところに行き着くんで、最初に話してる、僕が話してることを踏まえた上で、対談も全部聞くと、
なんか全部が深く分かっていく。なのでつまり教科書を見るのに最初の 2,30 度とかの動画、その後に赤本とか応用問題を解くっていうのがそれ以外の YouTube だと思ってください僕も。なるほど。でもこんなコンテンツがね、はい、YouTube に上がってるからすごいですよね本当に。すごいですよね。はい。僕はだからオンラインサロンをしないんで、うん、オンラインサロンでみんなやるんですよこういう有料級は。はいはい。僕はオンラインサロンやらないって決めてて、皆さんに YouTube で有料級をやるって決めてるんで、それを言ったからとんでもなく本当は L ステップで多分何億って僕儲けれたはずなんですよ。まあ確かに。そうなんですよ。L ステップで有料級なのはこちらってやっときゃ多分相当儲かったはずなんですよ。すごいことやってる。それが、ね、僕何億損してるか YouTube で。いやいや本当に、いやそれがねでもね素晴らしいですよね本当に。余裕があってかっこいいと思います。いえいえ趣味なんで。すごい質問たくさんもらってて、ちょっとどれからっていうあれなんですけども、はい、結構見ててちょっと多いのが、はい、もう20事業ねやられてるっていうことで、どうやってそういった儲かるアイデアを着想されるんでしょうかみたいな質問が多いんですけども、はいはい、こちらどうでしょうか。はい、ね、僕は TTP っていう話をしてますよね。なので僕が着想することなんかほぼないんですよ。で、世の中なぜ飲食店とかが多いかっていうとですね、まあ、店舗ビジネスやってる人ってすごく多いじゃないですか。あ、ちょっと。あ、切れちゃいますかね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと電話かかってきちゃって。店舗ビジネスやってる方ってすごい多いじゃないですか。で、なんでかっていうと、流行ってるお店を見たときに、あ、ごめんなさい、何回も。いいえ、大丈夫ですか。すいません。お忙しいですか。すいません、ちょっとなんか電話の切り方分かんなくて、またかかってきたら切ります、ね。あ、全然何回でも切ってください。店舗ビジネスって皆さんやってる方多いと思うんですけど、でなんでみんな店舗ビジネス始めるときってみんな店舗ビジネス始めること多いんですよ。で、なんでかっていうと、結局流行ってるお店って見ただけでわかるじゃないですか。例えば、え、吉野家さんが行列できてる、あ、吉野家みたいな店作ろうとか、ね、焼肉ライブが流行り始めた、じゃあ一人焼肉のお店やってみようとか、そういうのってすごい見やすいんですよね。わかりやすいんですよ。だから真似しやすいから、店舗ビジネスすぐどん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 できてくるわけですよね。で、結構飽和しやすい状態なんですよ。なので、つまり、流行ってるビジネスを見つけに行くっていうのが大事で、常に何が流行ってるのかな、何がお客さん多くなってるのかなっていうのを常に敏感にアンテナ張ってるんですよね。で、ただし店舗ビジネスはすごく早い段階で見つけないと、飽和するのも早いんで、負けてしまうんですよ。だからタピオカミルクティー見つけたの僕ら結構早めだったので、儲かったんですけど、最後の方に見つけた人たちっていうのはもう失敗しちゃってるわけなんですよね。なのでつまりさっさと見つける。じゃあその事業を見つけるのどうするのって言ったら、集客ができてるかどうかを知ってる人に聞く。もうこれが一番なんですよ。それは例えば広告代理店、あとはホットペッパーの担当者、ね、なるほど、こういったところにどんな事業が今新しく出てきてますかって聞いたら、ホットペッパーやってる人たちって分かるわけですよ。新しく新規契約してる、ね、そう、税理士さんもそうですね。税理士さんっていうのは全ての会計知ってますから、どの事業が儲かってるかも分かるし、最近ではこの事業が今当たり始めてますよってみんな知ってるわけですよ。なるほど、はい、っていう感じ。これは参考になりますね。実際私ね、まあたまたまやってたんですけど、広告代理店うちもやってるんですけど、やっぱその広告担当者っていうのはやっぱりどれくらいでお客さん取れてるかとか全部分かりますから、だいたいね、儲けも計算できちゃいますもんね。はい、そうです、はあ、なるほど。ホットペッパーの担当と、はい、あそこはねまだ聞いたことなかったので、そこもちょっとね参考させていただきます。まあ税理士もそうですよ。税理士もそうですしね。で、うん、あと必要なのが、だから僕最強なのは経営者に必要な勉強っていうのは営業の経験だとも思ってるんですね。営業をして成績1位だった人ってかなり優秀な経営者になってるパターンが僕の統計上ではめちゃくちゃ多いんですよ。うん、タクボさんなんか営業されてなかったんですか？そうそう、自分は営業トップセールスだったんですよ、自分も。そうですよね。まあほとんどそうなんですよ。だから僕が一番いいと思ってるのは広告代理店の営業でトップになること。もうこれがもう最強だと僕は思ってます。なるほど。これはね、参考になりますよね。なんか別の答えも多分ね、これで参考になったんじゃないかなと思いますね。はいはい、で、じゃあちょっと次いかせていただきたいと思うんですけども、はい、ちょっと読みます。女性経営者の成功しない理由はというお話をされていたかもしれませんが、女性経営者は男性経営者と比べて何が足りなく、またどんなマインドを切り捨てて強化すると男性経営者のように成功
しますか、弱点など何かありましたら教えてください。はい、わかりました。あんまり言うと差別だって言われることが多いんですけど、僕は差別じゃなくてこれ区別だと思ってて、うん、男性と女性が同じ考え方をしているなんてことはありえないわけなんですよね。だって女性と男性の役割ってやっぱりあるわけじゃないですか。そんな中で育てられ方とか小さい頃からの育ち方考え方も違ってくるし、女性ってやっぱり女性のコミュニティの中で育ってるんで、どうしても気遣いがうまいんですよ。女性って結構難しくて付き合い方が、男性ってどっちかっていうと友達同士で本音で言い合うじゃないですか。腹立ったら腹立つで、もう喧嘩してですぐ仲直りしてとか、そういったことが結構あるんですけども、女性の場合って本当の友達かどうかも分かんないこと結構多くて、なんか例えば親友なんですよって僕に紹介されて、で、あ、そうなんや、すごい仲いいんやろなと思ってたら、親友のことすごい褒めたり、この子すごい可愛くて何々で、いや、そんなことないよ、何々ちゃんの方が可愛いよって言ってて、次の日には相手の親友の人が、あの子でもたまに嘘つくからちょっと怖いんやけどね、みたいなこと言われたりするんですよ。これって、めちゃくちゃめったに男の中ではなくて、女性の特徴だなってやっぱ思っちゃってるんですよね。で、そういう世界で生きてきてるんで、どうしても人との付き合い方がめっちゃうまいんですよ。で、逆に言うと男性は人との付き合い方がすごく下手で、コミュニケーション能力がすごい低いと思ってるんですよね。なんでそこは逆に男性の欠点ではあるんですけども、そういう意味でいくと女性はこの人との関係を大事にしちゃうんで、人に頼るってこともまたできちゃうんですよ。意外とプライドがなかったりして、なんか何々さんがうまくいってるって言ったら素直に喜べたりするわけなんですよ。で、何々ちゃんがうまくやってるって言ったら素直に褒めれたりするんですよ。でも男性ってやっぱりそこにライバル視が入ったりとか、自分がトップでいたいという気持ちがあるんで、何でも自分がトップで、自分の言う通りに動いてほしいとかっていう、この、なんていうかな、従業員をロボット化させたりとか、マニュアル化させたりっていうのが得意な方なんですよね。自分が一番優秀でありたいという気持ちがあるんで。で、女性にはどっちかって言ったら、みんなで楽しく事業を成功させていこうよ。何々ちゃんが楽しいことは私も楽しいとか、そういうマインドがやっぱ多いんです、どうしても。なので、女性の中でじゃあ何が足りないか。でも、女性は一つの事業を、なんていうかな、さっき言った通りに、プレイヤー兼マネージャーでやるんだったら成功させやすいです。男性よりも圧倒的に。なので、個人店とか、なんか一つのやったことを成功させるっていうものは優れてます。だから女性は女性ですごく優れてるところがあって、男性は一つのお店成功させるの結構難しくて、職人肌すぎて、なんか接客がうまくいかなかったりとか、そういうことが起こるんですよね。なんで、多店舗展開向いてたりするんですよね。なので、女性の方で本当に多店舗展開したいっていうんであれば、やっぱりそこの人に頼るっていう感情を捨てる。で、人に好かれたいという感情も捨てる。何々ちゃんに気に入られときたいとか、従業員と仲良くやりたいっていうこのマインドを捨てないと、まあ、うまくいかないですね。従業員と仲良くしたいなんて絶対に思ったらダメです。社長はね、従業員と仲良くするのが仕事じゃないんですよ。従業員にいかにして、機械的に働いてもらえるか。ごめんなさい。ちょっとすごく悪いこと言ってますね。機械的に働くって、すごい聞こえは悪いかもしれない。聞こえが悪いことを僕は言ってますけども、実際には従業員もそういうふうに働く方が楽だっていう人が大半なんですよ。なので、なんか期待されたり、なんか仲間っていうので楽しいっていうのは女性の特徴かもしれないですけど、実は、男性を使えるようになったら一番いいんですね、女性が。だからっていうふうに思います。素晴らしいです。これこそもう女性の方こそ竹野内さん推薦のリーダーの仮面とかも読んだ方がいいということですかね。そうですね、リーダーの仮面という本はすごく女性には読んでもらった方がいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、これさっきの、ね、多分流れからだと思うんですけど、まあ、飲食店スタッフですと、場が盛り上がるトークの仕組み感とかありますでしょうかみたいなちょっと質問もあるんですけど、飲食店で場が盛り上がるトーク、場が盛り上がるトークの仕組みか、まあ、これでぜひ皆さんもね、なんか案がありましたらちょっとチャットとか書いていただけたらね、嬉しいですけど、どうでしょうね。じゃあ例えばなんですけども、その中で一番場が盛り上がるトークをやってる従業員がいるはずなんですよ。で、なるほど、その人たちと一緒にマインドの仕組み化をしたらいいんですよね。さっき言ったこれ、従業員の能力を上げるのは全部僕はマインドの仕組み化でできると思ってるんですね。例えば、お客様と場のトークが盛り上がるために意識したことは何ですかって最後に聞くわけですよ。そうすると、そのグループの中ですごく得意な人も書くし、不得意な人もみんな書いてくるわけじゃないですか、意識したことを。で、すごく得意な人のことをみんな参考にし始めるわけなんですよ。で、大事なのは、実はさっきのマインドの仕組み化の中で言ってなかったことが一つあるんですけども、
社長はそれを見て何をするのかっていうと、褒めるってことなんですよ。褒める以外のことはしないです。アドバイスもあんまりしないです。とにかく例えばやったことに対して、それを意識したこと自体はもう絶対褒めるべきことなんですよね。なので、何々を意識してこういうふうにして盛り上げるようにしましたっていうのを、A っていうお客さんに対してこういうふうに盛り上げるように頑張りましたっていう、より具体的に書いてもらった上で、で、それに対して、なるほど、その接客は素晴らしいですね。今後それも続けていったら、どんどんお客さんが増えるんですね。楽しみですねって書いてあげるわけですよ。で、トップの人には特に褒めてあげるわけですね。そうすることで、従業員って承認欲求が満たされます。なので、お客様との場のトークを盛り上げるってことをさらに意識できるようになります。社長に褒めてもらえるとか。で、すごく褒めてもらってる人のやっぱり参考にしたくなってくるんで、その一番できてて、もしくは社長が一番やってほしいトークをしてる人たちをできるだけ褒めていくわけですよ。そうすると、他のグループで入ってる従業員たちはそれを見て、あ、あれをやれば褒めれるんだと思って次の日また意識し始めるんですよ。これがマインドの仕組み化の実は特徴で、もう一つね、そういうことを参考にしてくれたらいいかなと思います。なるほど。もう質問一つで解決してしまうっていうことですね。すごいですね。はい。いやー、めちゃめちゃ参考になりますね、これは。はい。じゃあ次ね、そうですね。あと、ご自身の右腕となる方、その社長候補ですかね。は、その、普通にこう求人で探されたのか、それとも優秀な方をヘッドハンティングされたのかとか、そういった質問もあるんですけども、はい。はい、どうでしょうか。まあ、ヘッドハンティングほどしなくて、もう秘書になってきた人とか、なんだろうな、やる気のあればいいんですよ、本当に。なるほど。うん、やる気あって、なんかこう、損して得取れる人って言えばいいんですかね。今はそんなに給料いらんから、将来的に会社が大きくなった時に、給料をたくさんもらいたいっていう人が社長になった方がいいって言うんですよね、これって。なので基本的には社長には全部株を持たせてます、僕の場合は。もしくはストックオプションって言って、いずれ株に変えることができる、そういうオプションを渡してるんですよ。例えば 10% とか 20% とか。うんうん、そうすると、会社が大きくなったときに、例えば配当をもらえるか、もしくは、売却したときにその利益もらえたりするわけじゃないですか。つまり、20% の株持ってると、会社に入ってくる利益の 20% は自分のものだと思えるわけなんですね、その社長も。なので、頑張れます。会社の 20% は自分のものだと思えるから、で、今は給料少なくても、将来的にたくさんもらえるっていう気持ちになれるわけですよね。そういう形で僕は、雇ってるんで、みんな頑張ってますよ。なるほど。その株はだいたいやっぱ 20% ぐらいがベストですか？何パーセント？49% とか 51% 持たせる人もいます。ああ、なるほど。うん。そのこう基準っていうか、こう、あ、この人は過半数だなとか、この自分はちょっと 10%、20% ぐらいからちょっとやってみっていうのは、なんかどういうふうにこう、まずはですね、最初にそこそこ利益が出るまで頑張ってねっていう段階では 0% なんですよ。で、ただし、いつか必ずオプション渡すよという約束はします。で、利益が出始めたら、例えば、20% ぐらい渡します。で、もうちょっと進んでいったときに、ストックオプションとしてさらに渡していくみたいな、そういう感じですね。なるほど。で、最初から例えば、この 51% 渡してる人たちってどういう人かというと、例えば脱毛サロンをすでに2、3店舗やってて、竹野内さんと一緒にたくさん店舗展開するのに、ノウハウを教えてほしいですとか、一緒にやってもらえませんかって言ったときは、じゃあ僕に 49% 持たせてくださいっていう逆パターンでもあるんで。ああ、そういうことなんですね。なるほど。すみません、そういうことです。はい。なるほど。めちゃめちゃ参考になります。はい。いつもそこ困ってるんで、ちょっとね、普通に質問してしまいました。ありがとうございます。はい、いえいえ。はい。はい、あと、学生からのね、質問もちょっとあるんですけども、まあ、すごくこう、会社経営とか、まあ、企業っていうのは興味があるんですけども、この学生の段階で、はい、特にこう何を頑張ったらいいとか何を勉強していけばいいかって思うことって何でしょうかってことですか。はい、これもしょっちゅう質問きますね。あ、そうですか。はい、めちゃくちゃきますけども、学生の段階で頑張れることってそれは限界あるかもしれないですけども、人に物を売るってことがどんだけできるかっていうのが経営者としては一番大事なんですよね。つまりマーケティングなんですよ。何でもそうなんですけども、物を売ることに対して工夫するっていう、そうじゃないですか。僕はできるだけさっき経営者の仕事って何かって言ったときに、売上をアップさせることを考えて、経費削減することを考えるという話をしたと思うんですけども、この経費削減については、いつでも覚えようと思ったら覚えれるわけですよ。意識したら。ところが、売上アップのアイデアっていうのは、やっぱり相手の心理とか、お客さんの心理も考えたりとか、工夫とか、そういったそう、なんていうかな、物を売った経験がある人じゃないと身につかないものなんで、学生のうちからやるとしたら、例えばアルバイトをしながら、そこで自分が、
実際に物を売る工夫をしてほしいんですよ。例えばコンビニでアルバイトしててもいいんですけども、コンビニの中でね、僕たまにやってるのが、勝手に、あ、僕アルバイトしたんですよ昔、勝手に商品の配置変えたりするんですよ。で、例えば店のここのカウンターのところにこれを置いてたらもっと売れるんじゃないかなってものを置いたりとかするんですよ。で、例えばついでにこちらいかがですかって僕声かけるようにしたんですよね。そうしたらめっちゃ売れるんですよ。あ、こうやったら物って売れるんだっていう、この物を売れる工夫をするんですよ。ただコンビニではそれ限界あるんで、他にも例えば焼肉屋でアルバイトしてても、焼肉屋さんでこう接客してる中で、いや、うちのおすすめカルビなんですけどまだ頼まれてないみたいですけどいかがですかっていう、こう接客をするわけですよ。それによってお客さんが買ってくれる。これつまりお客さんって意外と喋り方によって物を買ってくれるなっていう経験をしないとダメなんですよ。で、例えば普通だったら2000円しか使わないお客さんに3000円物を売るってことができたら、自分の自信にもつながるんで、そういった物を売るっていう勉強を実践でやっとくっていうのはすごく大事ですね。確かにそうですよね。はい、あのマーケティング、ね、合宿とかも、あのオープンイノベーション大学とかでもやってるんでね、ぜひ学生さんの方もあの無料で学べますんで参加してみてください。そうですね、まあ、あとはもう YouTube 見るとか、もう経営に関してずっとアンテナ張ることですね。もうずっと見とけばいいですよ。そしたら自然とできるようになりますから。はいです、はい。そしたら、そうですね、竹之内社長の未来のこうビジョンとか目的とかを教えてくださいっていうちょっと声もあるんですけども、はい、どうでしょうか。はい、僕に未来のビジョンとか一切ございません。僕はですね、目標を定めるなっていう話をよくするんですね。未来の目標とかを絶対定めちゃいけないんですよ。で、これなんでかというとですね、1ヶ月先自分の状況がどんな風に変わってるか全然わかんないはずなんですよ。で、そんな中で自分が目標を決めちゃうと、そこに縛られて、本来であればこっちにそれた方がいい道に行けるのに、この目標があるためにこっちにこだわってしまうということが起こってくるんですよ。これって絶対に。で、利益を出すんだとか金持ちになるんだっていう、こういう大きな目標は構わないですよ。ぼやーっとしてて、とにかくお金持ちになりたいという欲望の目標だけは持っていけばいいです。ただしそれを数字に落とし込んで、いつまでに何々やるとか、これを達成するってことを決めるっていうのは、非常に道が狭まると思ってください。そこは持っておいた方がいいですね。だから僕の場合だったら、例えば、1年前に僕 YouTube 始めてるなんて思ってないわけですよ。で、そんな中で、自分の事業がどうなるかなんて目標決めてたら、いや、俺は事業を伸ばしたいから、YouTube なんかやってる暇ないねんって言ってやらなくなっちゃうでしょ。それちょっと違うくないですかっていう話なんですよ。実際 YouTube やって結果的に僕めちゃめちゃ儲かってるんですね、いろんなところで。なので YouTube の収益だけじゃなくて、実はその向こうにめっちゃ儲かるものがあったりするんで、そうじゃなくて、例えば儲かりそうなことは全部やっていく、いつ儲かるかわからないけど手掛けるっていうのが僕のスタンスでもあるんで、種をまくってことができなくなるんですね、コツコツが。こう一気に高い目標を立てると、そこに向かっていくためのことしかしないんで、なんかこれは無駄だと見えることを全部省いちゃうんですけども、実際にはこの無駄だと思えることにもちょっと希望あるねっていうものがあるんですよ。それは全部やりたいんですよ、僕としては。なので極力全部やる、広く浅くやるっていうのが僕の考え方なんで、そしたら広く浅くやってると、こっち側の方をやってるうちにこっち側の方が深くなったりするんですよ。こっちの知識つくとこっちが深くなってくるみたいな、そういうことがあるんですよね。だから僕 YouTube やり始めて、いろんな人から相談を受けて、僕他のマーケティングとかいろんな事業の知識がまた入ってくるわけですよ。コンサルやって、そうなんですよ、いろんな人のコンサルして、あなたの事業はそうやってやいう仕組みなんだねっていうのが分かったわけですよ。つまり僕 YouTube やってなかったら、こんだけいろんな人の事業の仕組みは分かってなかったかもしれないですよね。だからその場で目標を立ててやってた、例えば、今の会社の売り上げを100億に持っていくなんて決めてたら、おそらく YouTube やってなかったと思いますし、道にそれてなかったと思う。だからそういう目標はいらないです、一切。なるほど、はい。まあ、本当普通の成功法則とはもう全然、ね、真逆の、ね、話してるけど、すごく参考になりますね。はい。まあ、これが非常識な、まあ、成功法則ということですかね。大体非常識ですよ。僕は全部オリジナルで考え出したことなんですけど、でも実体験をもとに全部やってるんで、他の方が話してるね、あの目標を立てろとかは全部アメリカのそういう、なんですか、マーケティングの知識とか全部持ってきてるだけなんですよ。で、それを翻訳してすごく有名になってる人いっぱいいるんですよね。でも実際ね、それやって成功してる人ってあんまいないんですよ。なんか目標を立ててこれまでにこれするとかってかっこよく言ってる人はいますけど、後付けの人がほとんどですから、実際に。
その頃から目標として100億目指してたとか言うんですけど、うん、実際には100億100億ってずっと思ってないですから、100億できたらいいねぐらいなんですよ。だから僕もリラクルの時にどれぐらいの時からこれぐらいの規模を目指してたんですかって聞かれたら、いやもう最初の結構初期の時から僕らは何百店舗っていけると思ってました、最近では答えてるんですけど、うん、最初の 1,2 店舗目なんてそんな思ってもないですよ。これ3店舗ぐらい、うん、10店舗できたらいいなぐらいしか思ってなかったですから。なるほど。はい、それが10店舗20店舗できるようになって、あれこれ100店舗ぐらいいけるんじゃない、いや100店舗もさすがに全国出されへんでとか言ってる間に100店舗できたんですよ。500店舗いけるやろってなったわけなんですよね。だから行き当たりばったりでいいんですよ。とにかくその時できるベストを尽くしていって、今やれてないことないかとか、とことん今サボってないかとか、もっと上目指せないかっていうのを常に考えていると勝手に登ってるっていう感じですね。なるほど。いやもう本当めちゃめちゃ参考になりますっていうか、本当にこれ一生ずっと話聞いていきたいなっていう感じなんですけど、どんどん質問がまあちょっとまあ来て、多分これ答えれないっていう感じになってきたんですけども、ちょっとね時間も2時間ぐらいね、もうあっという間にねちょっと経ってしまったっていうまあ状況なので、最後にですね、あの竹野社長からもうリーダー経営者になるためのその心構えとか何を意識すればいいかって、最後ね皆さんにちょっとこうアドバイスで締めていただけたらなと思うんですけども。わかりました。まあ、たくさんの質問多分いただいてて、ですごい心苦しくて、休憩挟んで20分しか喋ってないんで、すごい申し訳ないんですけど、はい、まあ僕 YouTube やってるんですけども、たまにライブ配信やってます。で、登録してくれると、ライブ配信始まったら多分ピコンって出ると思うんですけど、うん、そこで一応僕、質問に全て答えるようにしてるんですね。スパチャを入れてくれたらね。で、なるほど。まあちょっとお金はかかりますけども、まあ2、3000以内以上、まあ、2、3000以上入れたら大体読めます。上から安いやつから全部消えてっちゃうんで、僕のスパチャではそういった経営の相談を結構僕全部答えてるんで、多分面白いと思うんで、過去の多分 YouTube のライブとか見てくれたら、うん、多分スパチャ答えてるやついっぱいあるんですよ。それにも多分自分の質問と被ってるやつが多分絶対にあるはずなんで、ぜひそこの YouTube 見てもらったり、はい、直に僕に具体的にそういう相談してくれても結構ですね、 YouTube で。で、最後にね、まあ、リーダーとしてというか、まあ、今後起業されている方、起業したいと思っている方に、まあ、一言っていうか、まあ、メッセージとしてはですね、うん、ギャンブルにしないってことですね。とにかく、ギャンブルにしちゃってる人が多すぎるんですよ。もうなんか、なんだろうな、お客さん来るかどうかわからへんけど、やるっていうのが一番ダメなことですから、これってギャンブルだってことにみんな気づいてないんですよね。皆さんはそれはなんか起業をしないと始まらないとか、なんかこう起業をやってること自体をかっこいいと思ってるかもしれないですけど、成功しなかったらもう何の意味もないですからね。で、やってみるってことは大事なんですよ。でもそこにたくさんのお金がかかるんであれば慎重にならないとダメです。借金するって言ったらそれ自分のお金じゃないかもしれないけども、結局は返さないとダメなんだから自分のお金なんですよ。なので当たることばっかり考えてます皆さん。もう絶対成功するってことばっかり考えてやり始めるんですけど、もう9割が失敗します。はっきり言いますね。もう10社のうち9社はもうほぼ潰れるんですよ。なので、必ずそういうギャンブルにならないようにやってみて、やってみないとわからないって言葉は絶対使わないでください。やってみるか前からわかることは全部調べ尽くして、それってお金かからないことがほとんどじゃないですか。なので、例えば広告を出すっていう実験するのに10万円、これは失ってもいいわとか、100万円ぐらいだったら失ってもいいわだってやるんだったらいいですよ、実験的にね。今すでにやってる人たちもそうです。宣伝広告費に無駄にお金使ってる人いっぱいいるんですよね。人件費もそうですけども、とにかく雇ってみてから考えるとか、とにかく広告で出してみてから考えるじゃなくて、失敗したらすぐ辞めるとか、今苦しいんだったら人を辞めさせるっていう決断も必要なんですよね。無駄な経費ずっと払ってる方が、残ってる従業員の方に迷惑かかっちゃいますから、そういう意味でシビアに見ながら、とにかく徹底的にやっていくってことがすごく大事なので、利益を徹底的に経営者だったら追求してください。楽しく趣味でやってる人は利益じゃなくて結構ですっていう感じですね。はい、どうもすみません。はい、本当に素晴らしいセミナー、本当にありがとうございました。皆さん、盛大な拍手でね、竹野社長送ってください。で、また YouTube でね、先ほど話がありましたけど、スパチャっていうスーパーチャットですかね、お金を払ってコメントしたら皆さんの質問に答えてくれると思うので、ぜひね、ちょっとその何千か投資して自分が本当に聞いた質問は直接竹野社長の、YouTube からね、質問したりとか、あとは、今日出てきた、チャットのコンサルですね、本当に月々竹野社長の、ね、コンサルが、ね、5万円とか
ね、数十万で受けれるっていうのはね、もうすごく安いですから、ぜひ興味がある方はね、そちらからぜひ相談してみてはいかがかなと思います。今日本当に素晴らしい話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、どうも、はい、皆さんいつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回ですね、宣伝があります。私がコンサルティングを始めました。で、このコンサルティングに関してはチャットワークで質問し放題であったりとか、もしくは直接2時間会っていくらっていうような内容になります。で、詳しくはですね、私のティーズインベストメントのホームページに記載しておりますので、そちらをご覧ください。概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらから問い合わせください。で、このコンサルティングを受けた結果、モチベーションが上がるだけではなくて売上も実際に上がるっていうような内容になってます。で、かなり手厚いですので、まあ、お得なうちに申し込んでいただいて先着順という形になりますので、それだけご了承ください。それでは皆様、これからも引き続き動画よろしくお願いします。失礼します。